おはようございます。釣り子 TV です。サニーブロスからね、新しいワームがね登場ということで、早速一つね入手してみましたよ。その名もですね、これダブルウィップっていう風にね書いてあります。見るとね、これ両側にこう触手みたいなのが伸びているのかなっていうことで、エスカッパノンカラーですけども、早速ね開封していきたいと思います。ダブルウィップですね。おー、まずはね匂いチェックしてみますね。はい、臭いね。このね釣れそうな匂いがね、サニーブロスのねルアー結構そそるんですけども、その匂いだけではなくてですね、このね、こんな感じになっちゃってる。こうほらね、ドラッグウィップっていうねすごい、まあよく釣れるルアーがあるんですけども、それを各地のテスターの人たちが、こうだったらもっとね使いやすい、もしくは自分で切ってこういう感じで使ってますよってね、作っていたのかな。何にしろねこの仕様ね、もともとはあのこういう感じのアームだったんですよ。お尻の方に触手があってっていう感じで、なんて言ったらいいんですかね、まあいわゆる TK ツイスターを超食べやすいボリューム感にしたような、そんな感じのねルアー、まあそれだけではないんですけども、こういう感じのルアーで、自分は小さいチャターベイトのトレーラーにしたりですね、ネコリグで使ったり、まあよく釣れるワームだったんですけども、それをこうね、こんな風にしちゃったっていうね、こういうチューニングモデルといった感じのルアーが新しくね製品として登場ということで、早速ね入手してみました。まあ自分なんか貧乏症なんで、これをね半分に切れば、2回使えるななんていう風にも感じておりますが、どういう感じで使うのってね聞いたら、まあ基本はまあ真ん中に針を刺してね、こう脇掛けにして、でこのもうなんていうか、この独特なねダブルの触手でね、ピクピクして使って、釣っていくっていう、こういうね、ルアーみたいですね。でほんとね、この絶妙な細さの、触手で先端の方にこう膨らんでいってるの映ってるかな。これによって思いのほかね、この触手の自発アクションみたいなのがすごいんですよね。もう永遠になんかね動き続けてる、それがダブルでついているから、まあさらに釣れますよっていうね、こういうことみたいで、ちょっとねこれ楽しみで一方袋ね、開けてみましたけども、これをまあマス針でつけて表層で誘うのはもちろん、自分なんかはね想像でいくと、まあダウンショットなんかでも使いたいななんていうふうに思っていて、このねマス針つけてダウンショットにして沈めてね、そこの方でこうひら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 ねやってね、でまあそういう状態にして、例えばこうサイトでねバスのここら辺に置いてずっとイラ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 ね、なんだろうイライライライ、なんだろうえくっちゃえみたいなね、そういう感じでちょっと離れ目のところに入れる、まあダウンショットとか、まあネコリグでも、ネコリグはないか、まあ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 前のはね結構その手のこのこっちがないので、ネコリグ状態にしてバスのね目線から外したとこに置いておいて、で気づかせて食わせるっていうのにねすごい使いやすかったんで、まあダウンショットかな。あとスモラバのトレーラーとかでこれさらにねこういうのをスモラバにさらにこういう感じでつけて、すげえボリューミースローフォールスモラバとかでそういう感じでも使えるんじゃないかな。とにかくね一見しただけで、あこれは釣れますよねっていうね、そういう独特なね雰囲気のワームなので、今年はね、三重バスとか多くなってきたら、その、リザーバー上流でのねサイトフィッシングとかね、あとはまあ見えてないブラインドの状態でも、そうですねダウンショットリグとかそういう感じでね使ってみようかななんていうふうに思います。まあ何にしてもねサニーブロスね結構、こ
このワームシリーズね、よく釣れるやつが多いので、自分はね、あのクローワームなんかが好きなんですけども、それがすごいよく釣れたもんで、引き続きね、新しいのが出たら、まあ初見のインパクトなんていうのもあるかもしれないので、こういうのね、積極的にね、導入していこうっていうね、そんな感じなんですけども、皆様だったらこれどういう感じで使いますか、ね、コメント欄なんかにぜひね、書いていただけると、自分もね、それ参考に使いこなしてみたいと思いますので、何にしてもちょっと今年のライトリグはこういう感じのがあるんで楽しみだなということで、開封してみました。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、サニーブロスのね、ニュールアーですね、ダブルウィップ、これをね、開封してね、いじってみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。